世界300万ダウンロード、サッカーゲームスマホアプリ、モバサカチャンピオンズマネージャー、絶対に負けられない戦いがそこにパーチャマでございます。サッカーゲーム発売ボンバーでウィニングイレブンやFIFAなどを楽しんでいている言っていただいている皆さん、噛んでしまいましたがチャマでございます。ということで、どういうことなんでしょうかということを細かく説明させていただきますと、僕がボンバーパーパーなスマホアプリサッカーボンバー、キーワードだけで喋らせていただきましたが、そういうことの動画です。分かっていただけたでしょうか。分かっていただけないのであれば、この後もパーパー動画を見てください。ということで、僕がね、何を言いたいかというと、やっぱサッカーゲームいろいろありますけど、家の中で本格的にやるっていうのが、今までの流れだったと思うんですけど、スマホで家の外で手軽に簡単にやりたい、その欲望皆さんもお持ちですよね。ただ問題点があります。某サッカーゲームとかガチのやつを移植したようなやつは、両手でね、両手でこうやってしっかり持って集中してやんなきゃいけないと。スマホって何みたいな、どこでやるの、手軽にやるボンバーみたいな感じだから、ちょっと僕はね、例えば電車に乗りながらやれたりとか、移動、学校とかね、学生とかだったら授業中隠れてとかできるけど、やっぱ社会出たらなかなかね、やっぱあの前毛さんも言ってたんだけど、俺社会人じゃないから前毛さんも言ってたんだけど、やっぱ電車の乗り降り、学仕事職場への行く道とかでなんとかパーパーしたいっていうことなんだけど、やっぱりこれガチでやると電車の中だと、うまくできないし、こうもっと集中したいって思うところじゃない。で、逆にもうワンパターンのサッカーゲームの方は、シミュレーションゲームで、サッカーのクラブ経営とかは楽しめるけど、アクションゲームとしての要素は少ないみたいな。そこがまあね、好きな人はいいんでしょうけど、それぞれ。僕的には、ちょっと難しいのかなーなんて思ってたの。でもこれ出たの。モバサカやばいよ、マジでこれ。公式ホームページ見てみましょう。モバサカモバイルオンラインサッカーと、スター選手が実名で登場するサッカーゲーム、登録選手数2000人以上、自分だけのチームで全国1位を目指そうということで、本格サッカーゲームをサクサク快適に楽しもう、ここ売りだから、しっかりもうなんかすごいしっかりしなきゃいけないとか、そういうことじゃなくて、手軽に簡単に楽しめる、全国のサッカーファンと対決などもできるみたいなんで、今日はちょっとやっていこうと思います。ということでボンバーしていきましょう。300万ダウンロードしていると。300万って、僕のチャンネルが5万ですから、2、5、4、20、5、6、30、60倍、モンスターやな、マジでか。わー、やっていきたいと思いますが、このね、もちろんね、チャマで言えばガチャ、チャマで言えばガチャなんで、スカウトをやっていこうと思います。さあ何がいいんだろうな。まずはガチャで選手を作る、あ、今のスタメンっていうか見せとこうか。こちらですね、スタメン A キャロル、カルロス・ベラ、ロドウェル、カブール、ドゥピシー、イルいます、グレン・ジョンソン、アブデヌール、ボネーラ、スニガ、アントニー・ロペスということで、結構クロート好みの選手がいっぱい集まってる。世界一のクラブを目指そうと思ったら補強が必要。いきましょう、スカウトボンバーでレベルパーパーボンバイへ。ピックアップスカウトがいいのかな。これ多分今期間限定、新しく追加された選手の出現率アップ、初心者スカウトの方がいいのかな。星さん GK 選手必ず、あ、これいいかもね。プロスカウト、世界トップスター、え、これでしょ、え、これじゃないの。最高星6選手が獲得可能、10連スカウトで星4以上の選手1枚以上確定。これかな。でも4回俺8360ダイヤかな、これルビーかな、わかんないけど、8360円しかないんで、2000だと4回しかできないけど、こっちも2000でしょ。プロスカウトかピックアップスカウトだと思うんだけど、これがいいね。やっぱ最強のフォーメーションを作りましょうということで、行くしかない。星4以上選手確定だよ。2000円ボンバー行きましょう、お願いします。この演出がね、結構かっこいい。誰だ誰だみたいな。で、これね、ちょっとね、
ちょっと参加できる、これどっちに押そうかなみたいな、どれを蹴るかみたいな、これ決まってんのかな最初から、それとも当たり外れあんのかな。行こう、左狙いました。どうだ、銃でエルネニー、ガメイロ、チアゴ・アルカンダラ、ウェルガ、あ、早いな、おい早くないか、ゴーディンガーやばくない、ゴーディン、あとチアゴ・アルカンダラ、アセンションいるじゃん、ウェルベック、マティ、あ、待って、マティッチ犬いかと思ったんだけど、マティッチ犬いっぽい写真、犬じゃない、あのウサミだ、ウサミっぽい写真使ってるね、ジュレザコ、セインズバリ、サコね、エルネニー、あと4回、あ、じゃあ、あと3回、もうここは男は黙って引かんかいということで、やっていきましょう、お願いします。ロナウド、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 お願いします。ビビビーと。次、真ん中蹴ってみよう。真ん中勇気あるから、PK で真ん中蹴れるの。ダミヒメネス、あ、スリオラモス来た、アシュリアング、ムリーズ、ジャッカ、あれよ、メッシ来た、え、マジメッシ来たよ、ヒメネス、え、やばない、え、クソ当たるじゃんこれ、マジで、え、別にあれでしょ、え、1回と10回で確率違うんかな、あ、そっか、10回は星4以上確定だから、あと2回、え、どこのポジションの選手が欲しいんだろう、キーパーいないか、いい人、クルトワ、これクルトワ、クルトワどうだ、いや、ロナウドもちょっと引いちゃう、俺真ん中だと思うな、真ん中、よしだ、あれほんな、いやいや、プリント、トレンテ、ミルナ、アロンソ、ソーミ、パウリーニョ、アジア系やったな、ちょっとパウリーニョとか、まあ、パウリーニョ今バルサだからあれだけど、吉田麻也とかホンダとかソン・フンミンとか、超レア選手カード獲得、ストアレビューをいただけますと幸いですってことで、えらいこの子供に対してビジネスビジネスビジネスした大人のお願いの仕方をしてきたな、後でレビューを書いておこうという、まあでもこういう風にしたから幸いですみたいな、普通ゲームだったらさ、君の選手をみんな世界中のみんなに自慢してやれみたいなことあるけどさ、幸いですみたいなそんな感じあるんだ、すごいね、でもねラスト、笑ってる場合じゃないよマジで、キーパーいなくね、初心者ガチャにした方が良かったかな、真ん中もう一発左お願いマジで、あ、来た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 、そうそう、アセンション2人目だけど、合成とかあんのかな、ミリュク、アセンション、エデル、アルナ、アルナトビッチ俺好きよ、オスピナか、オスピナか、ということでとりあえず、2000円のガチャを4回引いてフォーメーション作っていこうか、クレーベルじゃないな、ちょっと待って、ロッペンいるんだよね俺、スタメン変更、え、ちょっと待って、スタメン変更、スースースーって、ハメス・ロドリゲスでしょ、これレンタルだろ、レンタルなのかな、なんかね、ログインするたびにもらってんだけどさ、これレンタルなのか、やばない、キャリック俺入れるよ、キャリック、ミルナなんか激レア選手だったけど、ミルナって左だっけ、多分ララーン、ハメス、ハメス左にしてララーナ、でメッシ、カルロス・ベラ、ジャカ、ゴティン、ゴティンでしょ、でラモスでしょ、あ、サコいらんわ、サコちょっとマンガラもいるぞ、アルナトビッチ使いたいな、どうしよう、ハメスとアルナトビッチ、いや一応まあアルナトビッチをベンチに入れといて、アセンショでしょ今話題の、エデル、カブール、カブール、カロスベラ、パウリーニョ、パウリーニョいるかな、ジャカがいいと思うんだよね、はい、これでどうでしょうか、アントニー・ロペスじゃなくて、アントニー・ロペスじゃなくて誰だっけ、ボネーラじゃなくて、あれ、あ、そう、オスピナ、オスピナの方がいいんじゃない、これ何色の方がいいんだろう、ちょっと名前見てみる、戦力60、ざっくりした戦力70、あ、やっぱオスピナの方がいいんだ、キーパーちょっと1人入れといた方がいいのかな、そういうのあんまりどうでもいいのかな、セインズバリ、アンガラ、アセンシオ、ちょっとあれか、攻撃いて、あ、バロテッリ問題児抱えてるわ、これバロテッリいたぞ、これバロテッリの爆発力を、アセンションは外せない、アルナトビッチ、マンガラ、コンドグビア、あ、中盤、あ、でもパウリーニョか、パウリーニョかコンドグビアやったら、コンドグビアの方が好きですね、ってことで、戦力7、これいかついのできたんだけど、あ、
保存しますよってことで、で育成をしていくと、この選手を育成していくんだけど、ミッションじゃないね、トレーニング、トレーニングとか施設とかでこれ育成をしていけるよと。限界突破とかないのかな、限界突破みたいな。でログインボーナスとか受け取ってミッション、行く、イブラヒモビッチ行く、あメッシがいいよね。そうメッシをさ最強にしてみようか。とりあえず今できるメッシ一人でなんとかできると思うんだよね。レベルアップ、これ何個持ってんだろう俺。特級、特級、あゼロか、中級、え全部あるやん、全部ぶち込んでやろうかメッシに。無理かな、一回しか使えないの。あレベル10までしか上がんないみたいな、なるほどね。あちょっとメッシだけ偏らせることはできないんだ。ゴティンでしょ、とりあえず使える分だけスタメンから使っていこうか。やばいなこれ、いいね。キャリックで、キャリック好きなんだよな、なんでだろう。ちょっと待ってスタメン、あとイブラちゃん、イブラちゃんが多分残ってるんじゃない。あラモスちゃんもか、ラモスちゃん、イブラちゃん、いかついねマジで、メンツやばない、見るな、な、ウルトラレアみたいなやつ出てたよ。あこいつ、あぶねヌールもちょっと1個だけ飲ましてあげよう。であとはメッシュをさレベルアップでしょ、潜在能力限界突破5、限界突破35に解放、限界突破何も持ってないじゃん。あ待てちゃう、スアレスがいつも飲んでるやつだ、このここのアイテムが必要なんだ。シャツ M しようと、ちょっと上がったね、なるほど。しかもハメ、あれハメスに上げてるぞ俺、シャツ S、 あアイテムによっては、あよしこれどんどん行こう、どんどん行こう、限界突破で、限界突破でどんどん行こう。ん XL か、そう体のサイズなのかなこれ、もういないかな限界突破、限界突破そんなにできそうにないわ俺。ディフェンス時、あ全消しブロック、何それ、ディフェンス時相手のシュートをブロックするとき必ず発動。はいということで育成、今現在育成できる分をしましたんでクエストいきましょう。これでいいのかな、ポルトガル国内リーグ、ここね、どんどん世界行くみたいな。監督もう一件重要なことがあります、もう一件で追加できた感じだけど、クエストを星3でクリアすればスキップ券が使えるようになるんです。スキップ券を使うと試合を 行わず直接報酬をもらえる。あこれじゃあスキップ券も元、ただしスキップ券がないとスキップができないので使いすぎには注意してくださいねということで、スキップは実力を早く上げるためにぴったりの機能です、全ての試合を星3でクリアできるように頑張ってくださいねということで、星3で行こうよ、行こう、これ星3になってるよね、いよいよチャマンチェスターカドデア、チャマンチェスター U ベースリバー FC、これさ地味にさ驚かなかったけどさ、選手実名でさ写真も使われてるのすごいね、デザインがかっこいいな、あのカードゲームとかのさ、なんかなんて言うんだろうな、ね、バトルカードゲームとかで出てきそうなさ写真のデザイン でこっからよね、こっから試合の、こっからの試合が肝よやっぱり。ただこれやって見てるだけで監督気分味わうだけはちょっとあんま面白くないから俺は、さあどうかな、こうやって上げていきますよっていうので、下に機能、戦術、交代、ギア、ギブアップ、あこれヒーローズタイム、これがねおもろい、どっちにドリブルするか、今選択できるのは後ろに下がるか前に突っ込むかパスか、イブラにパス出そう、はい落とせ、こっからどうする、メッシでしょ絶対、メッシ出すよ、あれ思った感じではなかったな、メッシ一旦下がってイブラが前に出るのかな、どうしよう、とりあえず一旦下がります、はい、ま、あイブラが出てきたか、あいいんじゃないで、いやいいシュートまでいったぞこれや、決まった、
コース選べなかったけど、シュートが今こうスッてやるわけじゃないんだ。なんか知らんけど入った。でもここな、いやこれでもやばない、イブラのフィジカルの強さが遺憾なく発揮させられた。2人に囲まれて強引に決めいってるもんな、怪物やで。ほんと守備もね、守備も大事になってくるから。さあということで1対0、相手攻撃どうね取っていくか、守備どうなんだろう、攻撃結構重視の、あ取れた取れた、あなんか来た、あこれパスでしょ、いや絶対絶対ここでしょ、こっちでしょ、ここ、はい、絶対ここでしょ。あれ追いつかれたな、メッシ意外と追いつかれたけど、多分ちょっと下がった方がいいんじゃない、あ下が結構下がっちゃったな、ハメスに出すか、いやここ見えてメッシすげえな、あいいんじゃない、いや入るね、やばいねこれ、ラーラーナっていうか、めっちゃ気持ちいいな、なんか。こういう手軽な操作で、簡単にめちゃめちゃかっこいい点が決めれるっていうのは、結構今までなかったんじゃないかな。外でやるからね、やっぱ地味にコツコツやるようなゲームもいいけど、こういう簡単な操作でスカッといくようなゲームも面白いね。さあ、守備やな、問題は。ここで 2-0 でしょ ?2-0 一番危ないスコアだから。いや、いいとこ行かれてるわ。ただ、メンツでかなり勝ってる。オッケーオッケーオッケー。丁寧に、丁寧にビルドアップしていこう。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。ドリブル 100%、タックル 1%。タックル 1% だったら抜けるんかな、抜いてみようか。勝負し、行ってみよう。あ、行った行った行った。行った行った。まだ行こう、まだ行こう。中、ちょっと中行くと見せかけて、一人寄ってくるよ、多分。あ、寄ってきたところ、え、どうしよう、メッシじゃないかな、俺この一番キャリックの手前の選手出したいんだけど、とりあえずキャリッククロス上げて、はい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 、コースを狙ってドカーン、神強すぎ、ヘディング強すぎだろ、ネット突き破るか思ったわ。あでもイブラとかメッシとか有名選手の顔めちゃめちゃ似てたわ今、ドカーン、すごいな、ちょっと俺強くやりすぎたんかな、あのなんかパワーゲージとかもあるから、もうちょっと弱くの方が良かったのかな、てかマジでナインゴランの爆発ヘッドみたいなさ、ダイナマイトヘッドみたいなのあったじゃん、チャンピオンズリーグのあれぐらいの勢いは誇ってるよ。 3-0 でございます。さあここもうね、さ4点目取って意気消沈させちゃおう。タックル 50% だからな、ロッペ守備も頑張ってる、キャリック、あうますぎ、確率が出てるんだな、はい下か、どうだ、いや早い早い早いぞ、ヒーローズタイム、いやゴール前イブラでしょ、お願いします、クロスクロス中、クロス中、チャマ、え絶対コースこっちでしょ、はいやばいね、やばい、もうメッシララーナ、ララーナ関係なかったんじゃないかな、でもララーナ、グレン・ジョンソンだよね、多分上げてたの。ドガーンっつって、イブラ、神だわ、マジで。でも、ラーナ、この、一個前のパス出したのがラーナだった、みたいなことか。やばない。4-0 ということで、もうこれ、完勝と言っていいでしょう。ウィーン、はい、ということで、後半までやって、8対0、90分終わって、8対0で勝利しました。シュート0っていうのがめっちゃ気持ちいい。タックル、インターセプト、何もさしてないね。まあでもこれは最初のレベルだろうから、どんどんやっていくごとに、あの、難しくなっていくんじゃない？クリア条件、試合に勝利する、2ゴール差以上で勝利する、3ゴール差以上。星 3? スキップチケットゲットしましたか、これで。ということで、え、こんな感じで、どんどんやっていきますよ、ということで。で、最終的にはどうなるんだろうね。ポルトガルリーグ、ポルトガル国内リーグ、めっちゃポルトガル押してくるやん。第1章、第2章ということで、どんどん上がっていくんだ。で、期間限定のなんかイベントとかも、チャレンジマッチ、残り、あこれフォーザアリーナとかいっぱいイベントありますんで、そういうのもやっていきながら、まあ多分施設とかトレーニングとかプロリーグとか協会とかも育成していくという感じで、まあ、やっぱり肝はまああれやな、
試合中の簡単だけどアクション要素もあるこのサッカーの、まあ、駆け引きを楽しめることができるこのアプリモバサカ、ぜひですね、まあ、家でゲームずっとやってる人もいいですが外行ってねあのスマホで簡単にサカゲーの駆け引きサッカーの駆け引きを楽しみたいなというこという方はぜひぜひ、こちらのアプリダウンロードしてみてくださいということで、紹介文に URL とか貼ってますんでそこからね公式ホームページ飛んだりとか、ダウンロードリンクもね貼ってありますんでぜひぜひ見てくださいとさようならパー最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録またね。